はい、どうも皆さん、私安倍晋三であります。ビガマレジの続きやっていきたいわけであります。はい、ということですね、今回リーグワンウーバーイーツ第35節モナコ戦、そしてねモナコ戦で優勝決まるかな、なんと戦で2試合やっていく予定であります。はい、ということでパリね、今日ね、リーグ優勝決まるかもしれないリーグ戦ということでね、ほとんどね、まあ今までスキップしてきたんですけどもね、チャンピオンズリーグね、メインでやりたかったんで、はい、なので、まあ、今回勝てばねモナコを撃破すればもうね勝ち点開きますからね、12歳になるからもうこれで優勝確定ということでね、だからここで久保は決着つけないから最後ね、はい、もう走行値もかなり上がりましたから、はい、ここでねフランスで最後レイタイトル取ってね、レアルリーがね戻れば一番ねベストかと思うんで、そこね目指していく予定であります。はい、はい、ということで今日久保はゼフ調、なんかゼフ調多いね最近ね久保ね、ちょっとこう今ちょっと不安ですわ、これは久保に関しては。まあでもこれね、調子悪いとこそ久保の見せどころだと思うんで、ここ決着つけたいんですが、まあ今日左エレーラかでムバッペメシか、エレーラ左なのこの走行値で、ちょっとよくわかりませんね、ネイマール出した方がいいんじゃね問題なんだけど、これちょっと最近のトゥエルの采配ちょっとおかしいですね、だから前が負けたっていう話なんだけど、イベントですね、そこしっかりしてほしい。でモナコに関してはアントプ、ケビンがいて、ゴロビンもいいのかな、あラガゼットはベンチか、フィーゴもベンチだからね、まあ完全なベストメンバーではないけどね、まだ2位ということなんで、モナコも結構上がってきてますから、ここでねモナコ本気出してくると思うんで、ここでしっかり振り切ってね、最後優勝決めてレアル戻りたいと思います。はい、それがねビカも最終章とね繋がるんでね。さあ、ということで久保はこの試合で決めれるか、フランス2個目のタイトルか、いやー久保に何としてもチャンピオンズリーグ渡したいんだよな、タイトルな、本当にそれを取って終わりたいんですけどもね。ちょっと久保さん一番気がかりなのはね、ちょっとねこの大一番でコンディション持っていけてないですね最近ね、そこはちょっとねこの今の最近の調子中に繋がってきてしまっているという形なんですけどもね。だからその中でもね、不調の中の結果出せるかが大事、それがね本当に不調の中の結果出せる選手が本物の選手だからね、これね。誰だ、そうか、そうです、メッシ、そう最後久保か、エレーラか、チャンスか、エレーラ来た、右エラっていく、そうだ、さあトゥーレがどんどん上がっていくんだよこれ、大丈夫か、ケーラーでしょこれ、ケーラーなんかしっかりしないと、入ってくるよ、おいバカやってんじゃない、もうなんでイベント時間全然変わってねえんだこれ。はい、来てホランと、ちょっと待って、なんかどんどんやられてんな、これ大丈夫かこれ、右足上、なんか全然変わりやしねえな、ボールも拾えてないよ全然、なんか今日、おいおいまたやられてんのこれ、おいおいおいバッカ、ちょっとおめえらもうさ、イベントスカ全然変わってねえじゃんこれ、何が変わったのこれは、もうさお前ら話にならんなこれ、これ今日サーチ見られたらまた分かんなくなるぞ、優勝争い、これちょっと後ろがちょっとダメだねこれ、やっぱりやっぱここ出てかなきゃダメだわ、ディアロとダメこれ、銀ペンペじゃこれはもうイライラするのおめえら、さあ来た、ムバッペチャンス、久保、メッシー、ああ打ったけど、おいオフねえぞこれ、おい簡単に変えてんだよおい、もうさなんだよこれ、いい加減しろんとこれ、なんだこれ、ちょっとダメだな PSG もこれ、これって簡単に裏取れてこれよ、もうでも PSG 最悪これ、もうおいどんどんいかれんねえ、またいかれんねえ、あーだよこれ、なんやもうニュークでどんどん行かれて、もう何も変わってねえのおめえら、本当に俺絶対出てるからこんなとこから、おめえはこのクソ PSG がおめえはこんなさお肉にスルスル行かれてさ、ほらなんだよこれ、センターバックずるずる下がんのお前ら、アホかお前ら、もうそや久保ダメだなこれ、もういい加減してほしいよこれマジで。さあメッシが来て、ないよメッシ、ないよ、打てメッシ打て、しやっといて、もう本当にさ、何なのこれは、3失点もちょっとダメですね、トゥヘルがちょっとダメです、本当に補強しないかこれは、もう俺出てっけりゃいいんだけどね、そんなとこでも、もうこれじゃあダメだよ PSG は、多分俺がいなくなったからダメなの本当に、来シーズン絶対 CL 無理だねこれじゃあ、空いてるチャンス、空いてるマルキネス、そうメッシから、はい来た、チャンス、さあナイスパス、久保、はい決めた、久保アシスト、俺じゃボギー、ああ得たぞビビ、久保ナイスやな、やっぱりこのパス出せるのよしっかりね、やれればこれね、拾ってからさマルケス出して、メッシがもう手を挙げて呼んでたの、だからこれやっぱりねタイミングが多いよメッシとね、ここの関係性は素晴らしい、ペナティ、そう久保さんから、はいレイラさん行って、レイラさん行って、そのマップ、そうはい、ムバッペ、ムバッペ、メッシ打つ、左足流れ良くなってきた、で最後ベラッティさんから、ベラッティさんから久保さん、はいムバッペさん打って、ムバッペ打って、
ムーバッペーソーソンテメーこれじゃボケどうや久保今日アシストだらけよ今日これが PSG の本当の力ザマミのモナコおめえらみたいなクソ問題に負けなきゃねえぞめえわこっちにはバロンドル候補がいいんだぞいくつもこれ負けなきゃねえだろめえここでね久保入ってさでこれですよここでパスの発想はなかったですけどね久保ね今までねこれですよこのパスセンス久保あー惜しいなやっと流れ来たよこれだよこれおいおい金ベンベお前いかげしろお前これおい金ベンベてめえおい金ベンベもやべえあいつもう一つのマジであのクソバカパーマ野郎はさあ久保ナイスあれ久保不調だけどな今日なんで不調なのこれなんだエレラチャンスいいね久保がリズム作ってるしっかりそうリズム作ってはいエレラチャンスエレラ打っていい打ってよし打ってよしエレラシュートはい久保いいねリズムを作れる男そうだそうだムバッペいけ行ってよしムバッペ行ってよし行ってよしおー打てあーキリアンムバッペー俺だよザマミラーもなごめろこんなんで終わんねんだ PSG はおめえはゆうべとやってんだよおしはおい待てアウェイのサポート喜んでんなアウェイじゃねえアウェイに来てるサポートかモナコのサポートが喜んでるんだこれでねやっぱキリアンやっぱりこれですよバロンドル取るところねやっぱりこれ突破そう危ない久保危ないよしちょっと立てます入ってそう久保さんうわっぴは打ってくれ自分でそうだそうだそうそうメッシメッシからムワッペそうムワッペはい来た久保決めろええ久保とどめができないできないよベラッティからはい久保いいね久保 OK よリズム作ってる久保がそうエレーラムバッペムバッペエレーラエレーラ右足PSG5 点目これでネイマールがいなくてもエレーラ決めてしまういやちょっとねダメですよモナコやっぱりアウトこれはやっぱり後ろがあれだねおろそかだったなやっぱこれなうん、だってもうこんなになったらこれよよっしゃ優勝だこれでやっと久保がリーグワンでよっしゃ久保武久リーグワン優勝確定これやっと来たねこれリーグ戦で初タイトルこれパリはいやー一時期はどうなることか思いましたけどこれね最初は本当に 3-0 になった時はどうなるかとあそかこれ優勝トロフィーあるねこれねよっしゃリーグワン公式で入ってるからあるねよっしゃメシはかけろおれパリ優勝これですよ久保がやりたかったリーグ優勝達成これをね本当に素晴らしいタイトル取ったんであとはレアルで取れるかですあとはあそっかセリアも公式で入ってるからねセリアも多分トロフィーちゃんとなってるよね掲げの飯素晴らしいこれこれですよ気持ちいいね気持ちいい快感だこれがいやあとはレアル戻ってどうなるかレアル戻るのかなこれちょっとやるいいことやっちゃったのこれまあいいんですけどねこれね久保が成長できればいいあとはシールですねシール取れればもうあとやることないですからそこ取ってねこのビカムシリーズ終われればいいかなと思ってますはい素晴らしかった今日はやっぱモナコも大したことねえなやっぱパリが一強ですよこれはこれで90ポイントで優勝ということでねまあ圧倒的ですねちょっと苦戦しましたけどね、うん、そこがちょっと不満ですがタイトル取れることはね間違いないんでこれね次に本当に自信になると思うんで久保はねそこ生かしていければいいかなと思ってますはいさあということでリーグワン優勝確定ムワッペと喜び合う裸で共にさあそしてリーグワンシーズンベストイレブン久保武さん選ばれておりますこれはまあ当たり前でねこれ2シーズン連続でベストイレブンですから素晴らしいねメッシムワッペベラッティが入ってるこれで次はリーガでねベストイレブン取れればもう久保はもうワールドクラスの仲間ですからそこねリアルモロってどうなるかですこれははい、ということで、シーズン最終日まで来ましたんで、今シーズン振り返していきましょう。はい、ということでね、久保は、結果的に今シーズン5試合出まして、14ゴール、6アシストということでね。ちょっとね、ゴール数減りましたね。まあ、スキップしたってのもあるんですけども、まあ、チャンピオンズリーグの得点ほとんどですよ。今シーズン、リーグワンでほとんど決めなかった。まあ、スキップしたらしょうがないですがね。まあ、総合値85まで上がりましたからね、これね。こっから一体どこのレベルに行けるか彼ね。ボリコンがすごい今一番高いですから、96ね。これを生かしていければいいんですがね。あと、フィジコンも合わせて伸ばしていければ、すごいことになるんでね。はい、来シーズンリアルでさらに、多分、この本当にもう最高潮の絶頂期来るんでね、そこを本当に久保はどうなるかというね、感じでございますよ。だから次でラストシーズン、今シーズン、シーズン2が終わりまして、最後
ラストシーズン3でね、終わらけです。海外ドラマみたいな感じでね。はい、ということで、リーグワンのゴールランキング見てみましょう。結果的にムバッペ26点、メッシ26点か。クバ、あれですね、ランク外です。これね、ほとんど決めてなかったらしょうがないです、これは。まだこの2人ですよ、ほんとね。この2人決め、ね、出せばもう決めてくれました、ほとんどね。だからそれがもう正解だったんじゃないですか。彼らを生かせばいいっていうのが正解ですから。クバはね、まあ、レアルではもっとムバッペとメッシより恐ろしい人間もいるかもしれないですから、そこを生かしていけるようにやっていくだけですから。アシストはほんと素晴らしかったね。はい、ということで、チャンピオンズで結果的に、あ、レアル決勝まで行ったんだね。あ、じゃあレアルもらった方がいいか、やっぱり。レアルはそっか、準決勝でバーサに勝って、それ準決で前に勝ったと、そして決勝まで行ったんだね。あ、じゃあレアルもらった方がいいね、確実にね。まあ、こいつダメでしたよ、パリは。本当に守備力なさすぎた。だからレアルほどの守備力あるチーム行った方がいい、絶対ね。そこが一番、行けば絶対勝てると思うんでね。はい。なので、レアル行って終わりだね、次のシーズンは。まあ、チャンピオンズリーグね、次のシーズンは主にメインでまたやっていきますから、そこで取ってね、久保はこのシーズン終わって、次のシリーズへと移りたいと思います。はい。はい、ということで、結果的に久保は選手成績見てみたいんですけども、50試合で14ゴールということでね。やっぱ、久保2番目高いもんね。アシストもまあまあしたってしたけど、チャンピオンズリーグでやっぱ6点取ってんで、チャンピオンズリーグで一番取ってますからね、今シーズンね。で、リーグワンでは5ゴールですね。やっぱ2桁到達しないね、久保は。久保の位置からすると得点ガンガン取るタイプでもないからね。まあ、だからチャンピオンズリーグでこの人はね、結果出す男なんでね、まあ、そこ来シーズンレアルに行ったら絶対繋がると思うんで、そこレアルでもチャンピオンズリーグしっかり力ね、発揮できればいいと思います。はい、はい、ということで今シーズンここまでで本当ごちそうさまでございました。まあ、ちょっとね、今シーズンね、本当は終わるつもりだったんですよね。でもちょっとね、PCL 負けちゃったんでね、このままで終わらないということでね、ちょっと次のシーズンもやりたいと思います。はい、ね、ドラクサーとかね、ディマリアからポジション奪ってるんで、まあ不安ないでしょうというね感じでね、レアルでも多分普通にやれると思います。まあ来シーズンはね、まあリーガ取って、まあカップ戦コパレルとかも取って、まあ CL 一番ね取りたいんで、ね、リーガは別に負けてもいいですから、 CL 取っていけるようなチームでそこ目指していければいいかなと思います。マドリードね、前回レアルね負けましたから、アドレティコにね、そこの悔しさ持ってると思うんで、来シーズン多分レアルもね、多分本気で来ると思うんでね、 CL でそこ共同一緒にね、焦点目指していきたいと思います。はい、ということで今回ここまでご視聴ありがとうございました。また来シーズンお会いいたしましょう。バイバイ。